はい、どうもゆうたです。今回はですね、ドンガラにしたんで、下ヒールプレートちょっと変えました。フロアがちょっとボコボコしてて高さが低くなった分、ちょっとペダル操作とかがねやりにくいというか、そんな感じなんで、一応ね奥山のねヒールプレートを変えました。で、あとそれだけだとちょっと動画あれなんで。エアクリをだいぶ変えてないんで、エアクリを変えて、あと、エアコンフィルターもちょっと変えていこうかと思います。はい、でヒールプレートこちらなんですけど、ドンガラの人じゃないとこれつかないですね。一応こんな感じで、こんな感じかな。結構ぴったりだね。でこれ普通にボディにフロアに穴開けちゃうんで、ここはちょっと当たるぐらい、こんな感じで。一応この穴取り付け部に防水用シールをちょっと使ってくださいという指示があったんで、そちらは用意してます。ヒールプレートつける前にちょっとねこれ汚いんで雑巾で拭いていきます。一応今印付けが終わったんで、ちょっとね穴を開けていきます。で 3.5 ミリから 3.8 ミリのドリル使ってくださいって書いてあるんですけど、3ミリか4ミリしかなくて、4ミリだとちょっと大きいかなっていうことで、3ミリのでいきます。開けちゃったよ穴。こんな風な感じで穴開いたんですけど、ちょっと3ミリなんで、ちょっとね穴がちっちゃいんで、一回打ってみよう。あ、入りそうだわ。そうだね、大丈夫そうだわ。で一応ね今回その防水用シールっちゅうの、こちらセメダインスーパー X ブラックで、こちらの書いてある通り靴底とかにも使えるやつで、あの完全に硬化するんですけど、あのちょっと弾力のある感じの、ほんとシールっぽい感じだと思うんで、ゴム状弾性体となり柔らかい仕上がり感じ、自動車部品の接着補修にって書いてあるから、まあこれでいいんじゃないかなと。ステンレスアルミ銅鉄って書いてあるから、これでちょっとねやっていこうかなと。よし、こういうのやったことないんだけど、ここに穴にぶち込めばいいのかな。わからんね。穴に入れてください。みんな大好き穴に入れる。穴に。よし、これでちょっとじゃあ締めていこうか。
よし。で、なんか均等に締めてくれって言ってたんで、こっち行こうかな、次。硬えな、こっち。うわ、硬え。穴がちっちゃいから多分きつくて、ちょっと入らないね。きついわ。硬えでやんす。てえな。はい、一応ね、今取り付けが終わりました。でね、取り付けこっちの面はね、結構柔らかかったんですけど、こっちがね、あの2枚になってるんですよ、ここが。でこっちが異様に硬くて、めちゃくちゃ本気出しました。こっちは大丈夫だったね。でまあ一応防水用シールもこう下入ってるから、多分これで大丈夫だと思うんですけど、ちょっとこれでね、足のフィーリング乗ってみてどうか、ちょっと試してみたいですね。その前に、エアクリとね、フィルター交換があるんで、そっちをやっちゃいます。はい、ね、今、プレートつけてちょっと走ってみたんですけど、走る前からもう、なんかペダルの、何、踏みやすさ、高さが戻ってきて全然違くて、結構踏みやすいし、なんか半グラとかそのブレーキの調整、踏みやすさ調整がね、ほんとしやすいっていう感じです。結構いい感じです。あと雨の日はちょっと滑りやすそうな感じするんで、そこだけちょっとなんか滑んないようにした方がいいかなっていう感じです。はい、以上です。はい、次はフィルターの交換。これ VAB の適合ないんですけど、こちらで大丈夫っぽいです。こんな感じで。俺確かね、フィルターってね、納車してから一回も変えてないと思うんだよね。じゃじゃーん。うーわ、きったね、きっちゃねー。うわ、これ映ってる、これ。うわうわ、納車して3年半ですよ。3年半ちょいか。こんなに汚い。うわ、すげえ。そいつを今回ね、これにね、変えていきましょい。なんだこれ。ああ、いつ変えましたよみたいなやつか。ここで位置もね、ちゃんとプッシュアップ書いてありますから。うん、非常に簡単で、中もちょっと汚れてたんで、ちょっと拭いたりとかもありかもしれません。はい。でフィルターの方はこちらの200パイっていう方、150とあるんですけど、多分 VAB は多分200だと思うんで、こちらをね、ちょっと変えていきます。はい、今ちょっとね、エアクリ交換で取ったんですけど、ブローバイがねちょっとあるんで、こう結構汚れがね多いんで、フィルターもこんな感じでちょっと汚れてますね。こういう感じでゴミが結構入ってるんで、で一応エアクリパーツクリーナーじゃなくてエアフロクリーンがあるんで、
センサー本体はエアフロクリーンでやります。こちらユニットも書いてあるんですけど、まあパイプの方はねパーツクリーナーでもいいかなと思うんですけど、本体はちょっとエアフロクリーンでちょっとふっかけようかなと思います。あんまり直接触るとちょっとエアフロやばいんで、はいはい、エアクリ外したんですけど、フィルターすごいね、全然違うね汚さが。こんなもんです。最低でも年一では変えたいね、半年一回とか。はい、エアクリもね今変え終わりました。エアフロもつけて、でこういうパイピングはね結構大事なんで、しっかりきっちりまっすぐ止めてあげましょう。ここでね結構ね多分エアフロの関係もちょっと変わってくると思うんで、はい、という感じでね今回はね以上になります。